火薬陰謀事件は1605年にイングランドで発覚した政府転覆未遂事件である。イングランド国境会優遇政策のもとで弾圧されていたカトリック教徒のうちの過激派によって計画されたものであるとされてきた。首謀者はロバート・ケツビー、実行責任者はガイホークス。上院議場の地下に仕掛けた大量の火薬を用いて、 1605年11月5日の会員式に出席する国王ジェームズ一世らを爆殺する陰謀を企てたが、実行直前に露見して失敗に終わった。これにちなんだ祭事が毎年イギリス各地で開催されている。17世紀後半、または18世紀初頭の火薬陰謀事件の報告書。なお、ここで言う、1605年11月5日とは、 ユリウス歴に基づく日付である。実験当時のイングランドでは、未だ、グレゴリオ歴は採用されていなかった。グレゴリオ歴での日付は、1605年11月15日である。以下の記述も、特別の記載がない限りユリウス歴での日付である。事件の容疑者を描いたクリスペインデパッセの同伴が、右から二人目が首謀者、ロバート・ケイツビー、その左が、実行役。 ガイ・ホークス。右の絵は、事件の容疑者を描いた、オランダの同伴画である。左から順に、となっている。なお、この絵は、七人の英国貴族と題されており、主犯ケイツ・ビーの使用人であったベーツは、不運にも事件に巻き込まれた存在と位置づけられている。この他、ロバート・キーズ、エバラード・ディグビー、フランシスト・トレシャム、ジョン・グラント、アンブローズ・ルックウッドなどが、 協力者として名を連ねていた。また、主犯格の審問中に陰謀に関連があるとされ、ヘンリー・ガーネット、エドワード・オールドコーン、オズワルド・テシモンドラ3人のイエズスカイ神父が容疑者とされ、彼らの潜伏を幇助した容疑として、ガーネットの使用人のニコラス・オーエンも逮捕された。イングランド王・ジェームズ・一世彼の宗教政策は、ケイツ・ビーラの反発を招いた。 離婚問題のこじれという個人的な理由で、ローマ教皇庁と対立したイングランドをヘンリー・パッセイは、1534年に国王史情報を発布して、教皇庁と他を分かった。彼は、ローマ教皇に代わって、自らがイギリス教会の主張であることを宣言した。これが、イングランド国教会の起こりである。ヘンリー・パッセイは自分に従わない聖職者を処罰、処刑したり、 修道院の所有していた土地や資産を没収するなどの政策を推し進めた。ユートピアの著者トマス・モアもヘンリー・パッセイの離婚問題で疑義を呈したことから軽視に追い込まれた。ヘンリー・パッセイの死後、熱心なカトリック信徒であったメアリー一世はイングランドをカトリック教会に戻すべく、プロテスタントに対する弾圧を行い、血まみれのメアリーの異名を取った。続く、エリザベス一世は、 完全なカトリックへの復帰も、過激なプロテスタンティズムへの傾斜も取らないという、中道政策によって、国教会の位置づけを明確にし、彼女を排除する計画に関わったスコットランド女王、メアリース・スチュアートを捉えた。エリザベス自身は、処刑に、消極的であったが、最終的には、死刑執行所への署名を、決断、1587年に刑が執行された。 この事件はカトリック教会の守護者を辞任していたスペインにイングランド攻撃の口実を与え1588年のアルマダ海戦へとつながっていく。イギリスのカトリック審判の間ではメアリー・スチュアートは殉教者として称えられることになった。そのメアリーの息子であるスコットランド王ジェームズ6世は1603年にイングランド王ジェームズ1世として即位した。 母親と同じカトリックの信仰を持つジェームズの即位は、カトリック教徒にとって、暗闇に差し込む光になると思われた。その一方で、カトリック信徒と同じく不遇を囲っていたピューリタンは1603年4月、退官のためエディンバラからロンドンに向かうジェームズに対し、千人聖願と呼ばれる書状を提出し、新教徒に対し寛容な政策を取るよう訴えた。これを受けて、 翌1604年1月、ハンプトンコートに各宗派の代表が集い、ハンプトンコート会議が開催された。ところが、この会議で国王は主教なくして国王なしとの言葉に象徴される国教会優遇政策検事の宣言を行った。この結果は、信教とのみならず、カトリック信者にとっても極めて不利なものであった。この閉塞状況を打破するための方策として、 首謀者、ロバート・ケイツ・ビーが導いた結論こそが、ウェストミンスター宮殿内にある議事堂の爆破という、前代未聞の陰謀だったのである。国王を殺害するのみならず、国会議員の多数を占める、国教徒、そして新教党も同時に殲滅して、国会の機能を麻痺せしめ、代わって政権を掌握したカトリック教徒がイングランドに、私服の王国を建設する。 この遠大な目標を達成すべく、ケツビーは1603年の始純説に、トマス・ウィンター、及びジョン・ライトに対し、議事堂爆破の計画を打ち明けた。これを聞かされた、ウィンターらは当初、この途方もない計画を、果たして本当に遂行できるのかと疑問に思い、難色を示した。だが、彼らは結局ケツビーの説得に応じ、計画に参加することを承諾した。 1604年4月、ウィンターはケイツ・ビーの密命を帯びて、フランドルへ渡った。彼は、イギリスとの和平交渉のためスペインから同地に、赴いていた、フリアスコをファンデベラスコに協力を仰いだが、実のある返答は得られなかった。ウィンターはまた、イングランドから同地に渡っていたガイ・フォークスのもとにも、向かった。フォークスは熱烈なカトリック教徒として育った人物であり、 かつ、ネーデルラントでの従軍経験から火薬類の取り扱いに長けていた。ケイツビーに実績を買われたフォークスは、後に計画の実行役として動くこととなる。4月末にイングランドへ帰還したウィンターとフォークスは、ケイツビー、ジョン・ライト、及び新たに加わったトマス・パーシーと面会し、互いに秘密を厳守するとの誓いを立てた。後に、ロバート・キーズ、 ケツビーの使用人、トマス・ベイツラが陰謀に加担した。彼らの計画は、王宮近くに活動拠点を置くことから始まった。トマス・パーシーは、第9代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーの登園であり、比較的宮廷に近い位置にいた。王宮周辺に最も顔の利くパーシーの働きによって、彼らは上院に隣接した家を見つけ、5月24日に年12ポンドで、 賃貸契約を締結することに成功した。この借家から上院直下の地下室に至るトンネルを掘り進め、その地下室に火薬を仕掛けることを試みたのである。借家の鍵はガイ・フォークスに渡された。以後、フォークスはパーシーの使用人を装い、ジョン・ジョンソンという偽名を名乗って地下活動に従事することとなった。火薬の保管場所として使用するためにランベスクでも家を借り、 ロバート・キーズが担当として置かれた。一味は一旦解散して、見返る際の時に再び会うことにした。再会した彼らは、掘削を始めるべき時が到来したとの見解を互いに確認した。掘削作業は12月11日から開始した。家への出入りを頻繁に行うと周囲に怪しまれるので、彼らはあらかじめ大量の食料を用意し、 泊まり込みで立ちふさがる土や岩盤と格闘した。慣れない肉体労働に苦しみながらも彼らは絶えず働いた。この時期にクリストファー・ライト、ロバート・ウィンターが計画に加わった。その後彼らは夜の闇に乗じてランベスから小舟で運んだ火薬をパーシーが借りた家に搬入した。1605年のイースターの頃、作業中であった一味の真上で轟音が鳴った。 彼らは計画が発覚したのかと思い、不安に駆られた。しかし調べた結果、王宮の地下貯蔵庫に置かれていた石炭を除去する音であったことが判明。トンネルを掘削するという当初の計画を放棄して、彼らはこの地下貯蔵庫を年4ポンドで借りることを決めた。早速火薬の入った樽が次々に運び込まれた。爆発の威力を増加させるため、中に てっぺんや石を混ぜ込むという念の入れようであった。同年5月、上院直下の地下室は、うずたかく積まれた燃料用の薪束の下に隠された36たるもの、火薬で満たされた。ガイ・フォークスは、他者が偶然あるいは故意に家に入った場合に疑いを持たれぬよう、地下室を整理した。フォークスは、その後、かねてより助力を仰いでいたウィリアム・スタンリー及び、 ヒューオーウェンに経過を通知するために、フランドルに入り、8月に戻った。一方、ケイツビーはパーシーに対し、人手や資金が不足しているため、信頼できるものを引き入れねばならないと提案した。彼は、エバラード・ディグビー、フランシスト・トレシャム、アンブロー・ルークウッド、およびジョン・グラントに計画を伝えた。ディグビーは1500ポンドの寄付を、またトレシャムは2000ポンドの寄付を申し出た。 パーシーは、10頭の春馬を調達することを約束した。すべては、周到に進められているかに見えた。しかし、カトリック議員までも殺害することになる、この計画に対しては、疑問の声もあった。この意見の相違が原因となったのか、計画は一通の書簡によって狂わされた。会員式を目前に控えた10月26日の晩、第4代モンティーイグル断尺。 ウィリアム・パーカーのもとに、匿名の書簡が届けられた。書簡には、会員式への出席を取りやめる、よう警告する文章が書かれていた。モンティーグル卿は、この書簡を直ちに第五期初代ソウルズベリー博、ロバート・セシルに見せた。書簡の差出人はついに判明しなかったが、モンティーグル卿の議定であったトレシャムとの説が有力である。ケイツ・ビーラは、書簡が、 モンティーグル教の手に渡り、しかもトマス・ウィンターが逮捕後の11月23日に、行った告白の中で展開されているように、ソールズベリー博が所有しているということを知っていた。にもかかわらず、彼らは予定通り決行することを決めたのである。地下室を検査したフォークスの報告から、火薬が他者に触れられた形跡のないことが判明したことにより、 計画の成功を確信したためと見られる。こうして、ガイホークスは火薬の見張りと点火を行うため、地下室に残された。他の陰謀者は、ボリックシャーのダンチャーチに逃れ、固唾を飲んで知らせを待った。しかし、議場が爆音に包まれる日は来なかった。地下室は、まさに会員式当日、11月5日の未明に、治安判事、トマス・ナイベットによって襲撃されたのである。 ナイウェットは上院直下の地下室にてガイフォークスを発見し一体の捜索を命じた。当局は火薬の入った樽を発見しフォークスを逮捕した。逮捕されるフォークス、ガイフォークスによる署名、拷問による衰弱が筆跡に現れている。ジェームズ一世の寝室に連行されたフォークスは当初は完全黙秘を決め込んだ。しかし、投獄されたロンドン島にて 王の許可のもとで行われた、すさまじい拷問の末、事件の全容を白状した。スタフォードシャーにあるケイツ・ビーの隠れ家にも、11月8日に、捜査の手が入った。トマス・ウィンターは、肩に銃撃を受けた。続いて、クリストファー・ライトとジョン・ライトが殺害され、ルーク・ウッドが負傷した。ケイツ・ビーはなおも抵抗を試みたが、パーシーと共に殺害された。 残った生存者は全員投稿した。真理の過程でイギリスに潜入しているイエズス会の事件への関与が疑われるようになり、1606年1月にガーネット、オールドコーン、デシモンド神父の手配書が各地に貼り出された。ガーネットとオールドコーンは潜伏の後に1月27日に逮捕されたが、デシモンドは船で華麗に脱出した。デシモンドは 事件の数少ない生き残りとなり、後にカトリック側から見た事件の回想録を残した。逮捕された容疑者はすべてウェストミンスターホールで裁判にかけられた。1606年1月30日、リグビー、ロバート・ウィンター、クラント、及びベーツはセントポール教会の生誕にて処刑。また翌日にはトマス・ウィンター、ルーク・ウッド、キーズ及びフォークスが処刑された。 最後に残ったガーネットも、やはり真理の結果、死刑が確定した。彼は、事件への積極的な関与の否定を叫びながら、5月3日に、処刑された。なお、上で述べた、上院地下に通じるトンネルの屈作は、事実ではなく、容疑者らの取り調べの際、事件の了期性を高めるために劣造されたものであると、される。事件を定期に、1606年に、 宗教刑罰法が強化され、カトリック教徒への弾圧は、さらに苛烈なものとなった。現代の物理学者の試算によると、仮に計画が実行されていた場合、ウェストミンスター宮殿の大半は破壊され、半径 1km 圏内の窓ガラスが割れていたで、あろうとのことである。事件以後、11月5日という日はイギリスにおいて、特別な意味を持って記憶されることとなった。 1606年1月、議会は11月5日を命を救いたもうたことを神に感謝する日として、法廷の祝日と定めた。この制度は1859年に廃止されるまで2世紀半にわたって続いた。また、名誉革命の際には、カトリック信仰を報ずるジェームズ2世を廃して、イングランドの新国王となるべく決起したオラニエコウィリアム3世は、 イングランドの東米への上陸日を11月5日に設定した。この事件は新旧領境破綻の深刻な対立構造を改めて示したが、これが後の北アイルランド紛争を弱気する原因の一つとなったと言われる。事件を契機に毎年国会の会員式前には赤い制服を身にまとった応援兵が議場をはじめ王宮一帯を 組まなく点検する儀式が行われているが、紛争とそれに伴い頻発した IRA のテロ事件を背景として、現在では単なる行事の域をはるかに超えた大規模なものとなっている。1970年にガーネットの使用人で逮捕保護,護門によって死亡したニコラス・オウェンはカトリック教会により劣勢された。イギリスでは11月5日はガイフォークスナイトと呼ばれている。 毎年この日には、ガイと呼ばれるフォークスを表す人形を、市中に引き回した後に、かがり火で薬行事が各地で行われた。現在では、もっぱら打ち上げ花火を楽しむ祭りとなっている。スカラスティック社官のザ・スライミー・スト・アーツによれば、これはそもそも、ジェームズ国王が仕組んだ偽の事件であるという説がある。過剰お書きで簡単に書かれているが、 これが事実であるという書き方になっている。翻訳すると次のようになる。ジェームズはイングランドに到着当初あまり人気がなく、人気取りのためにこの事件を仕組んだ。やり方は、まず敵を作る。次にその中に紛れ込ませた手下に、国王と大臣すべてを吹き飛ばす計画を吹き込み、計画実行直前に逮捕する。なお、 この本を含むホリブルヒストリーズシリーズは歴史の副徳本のような作りになっており、小学校もしくは中学校で実際に使われることを想定して書いたと思われる。スカラスティック社には教師用のウェブページもある。ありがとうございます。